リセスさんから、はい、リトルリーグでございます。はい、リトルリーグ、はい、これも色がいっぱいあるんで後でね一緒にバーって紹介したいと思います。はい、こちらのリトルリーグなんですが、ちょっと小さめのフルメタルヨーヨーになってますね。で、あの、もともとですね、このリセスさんファーストベースっていう、はい、はい、あの、バイノンステップアップにおすすめ、初心者からでも使えますよっていうね、プラスチック系のモデルを出したんですけど、うん、結構それに見た目一瞬似てます。確かにね、はい、うん、そうなんですよ。中心部分がこのバンプっていうんですけど、このね、うんうん、段差、この段差がボコって出てて、そこからラウンドになってるっていうシェイプ、うん、これファーストベースの共通点なんですよね、うん、で名前もリトルリーグということで、うん、まあどこが野球チックな、うん、はい、ものになっているということで共通点が見えるんですけども、なんでまあコンセプトとしてもこちらはフルメタルヨーヨー最初の1個のおすすめですよっていう、うん、はい、そういったものになっております。でこれね、リムが結構分厚いんですよ。はい、はい、リムが分厚いラウンドシェイプのヨーヨーはもう分かりやすい、軽く投げただけで回る。確かに、うん、はい、ストレートのものが回らないというわけじゃないんですけども、ただラウンドのものははっきりと明確に回転力を重視してるなという感触がこれだけで生まれます、うんうんうん、はい、ただ純粋なラウンドだけですと、あのこれね、ヨーヨーの、まあ、ある程度の共通点として聞いていただければと思うんですけども、こういうはっきりとずっとラウンドになっているだけのものっていうのはスリープロスがしやすいんですね。ああ、そうですね、はい、ストリングトリックによってスリープロスがしやすくなってしまうんですけども、そこを抑えるのがこの中心部分のバンプ、うん、はい、これによってローエッジっていうね、設計のものと同じような効果が生まれまして、このストリングができる限りこうやって触れた時、左右にストリングが触れた時にヨーヨーのボディに当たりにくくなると、うん、はい、いいものになっておりますので、そのおかげでストリングと回転しているヨーヨーとの接触によるスリープロスが抑えられると、はい、いいものになっています。とてもシンプルな構造です。でもちろんそのシンプルな構造の上でリセさんかなりメーカー長いことやられてますし、その成果なんだろうなと。このね、パッと見でものすごくシンプルで、なんかどの程度工夫が凝らされてるんだろうっていう想像が見た目だけだと正直分かりにくいと思います、うん、はい、投げれば分かる。はい、あの小さいヨーヨーってね、回転力を稼ぐの本当は難しいんですね、はい、はい、でも基本を抑えてる、ラウンドにしてリムを厚くして回転力を上げている、中心部分のバンプを上げて傾きにくさをもたらせて安定感を向上させている、もうね、基本で大事なことをしっかり抑えてったらこうなるんですっていう、なるほど、はい、うん、いうものなんですよね。でちょっとちっちゃいって最初に言いました。このヨーヨー、一般的なフルサイズと呼ばれるヨーヨーと比べるとちょっとちっちゃめなので、個人的には割とチョップスティック系の練習とかにもいいんじゃないかなと思ってます。なるほどね、うん、はい、チョップスティック系のヨーヨーって小さいヨーヨーの方が指の間に入りやすいんですが、ある程度幅の広さとか直径があった方が実は指の間に入って、なおかつ乗せやすいので、はい、そういったテクニカルなトリックの練習にもおすすめです。ぜひよろしくお願いします、はい、で8色あるのかな、今回8色あって、まあ、それぞれ結構あのロゴが可愛かったりするんですよね。そうですね、はい、こんな感じでロゴになったりするんですけど、まあ、リセスさん結構あの小学校とかにあのデモンストレーション行ったりとか、うん、あの近所の子供たちにヨーヨー教えるっていうことをめちゃくちゃやってて、でその中でそのこの前の作品のプラスチックのファーストベースっていうヨーヨーでみんなにヨーヨーを教えてて、でそこからその子たちがフルメタルヨーヨーを使うって言った時にどんなヨーヨーがいいだろうっていうので生まれたのがこのリトルリーグっていうことで、うん、なのでものすごいたくさんの子供たちがあのそのリセスさんが教えてる子供たちの多くがこのリトルリーグでバインドを覚えていろんなトリックを覚えているっていうようなヨーヨーになってますね。そうですね、でこのパンダモチーフのキャラクターも微妙に表情が違ったりとか、ね、そうですね、はい、しますね。こちらはねまた並べるときに楽しいと思います。ヨーヨーバッグに入れるときにねこういう向き気にすると楽しいんですよ。そうですね、はい、ぜひお試しください。あと2色ですね、スプラッシュから、はい、こんな感じで、まあ、こちらね詳しい写真はすべて載せておりますの で、 そうです、商品ページご覧いただければと思います。はい、最後がこちらの、はい、ちょっとミントアイス的なね、はい、感じの色合いになっております。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。